名所属ちっちゃくたって大丈夫高橋みなみです。高橋みなみさんは、はい、歌がないと生きていけないというふうに噂で聞いたんですけど、それは本当ですか？私にとって歌手になるというのが夢なので、やっぱり歌がないと死んじゃいますね。家でも結構鏡はあんまりないんですけど、冷蔵庫とかで反射してちょっと見える時あるじゃないですか。そうするとちょっと踊ってたりしますね。まあわずかな光でね、はい、わずかな光で。あ、そう、はい、じゃあお風呂とか一番歌う？お風呂はもうほとんど歌ってますね、はい。どういう曲を歌うの、お風呂で？主にやっぱり AKB48 の曲をやっぱ口ずさんじゃったりするんですけど、あとはやっぱり自分の好きなアーティストさん、中森明菜さんっていう方がいるんですけど、その方の曲とかを。少女 A とかですね、大好きです。ナンパ線とか。ナンパ線とか、はい、大好きなんで歌いますね。逆になんだろう、今黙っててもちょっと歌いたいぐらいの。ああ、そうですね、もうなんかあんまり人と喋ってない時は大体歌ってます、鼻歌とか。はい、ということでこの噂は本当だったと、はい、いうことですね。